これは撮影していいやつですかね。あ、大丈夫ですよ。ダメですか、やっぱり新しいの買ってくるじゃん。事務所にあるから、うん、この銀の部分があったかくなってて、うん、で受精卵をストローに封入して温めた状態で現場まで持っていきます。何度ぐらい加工してるんですか。今 37.7 だけど38、体温ぐらいです。おちょっと高熱ぐらいの、うん、感じかな。38から39ぐらい、うん、だから牛の体温と同じぐらいの温度で温めていくものです。でもこの物騒な割にそれしか入んないんですね20本しか入んないんですですありがとうございます。決めたのもう一枚、はい、全部 A ランクなんで、とりあえず片腰から止めちゃって最後にテプラやった方が牛が変わった時だけ、うんうん、かわいい女の子、かわいいちょっと消灯がしていいんですけどね、うんうん、すごい頭数を壊す、すごい技術者なんですよ、うん、こんなんだけどでも若者に夢を与えます。地図でも自由な仕事ちゃんとできれば何も問題ない。むしろ言っちゃえば県内だったらトップクラスのあれでしょうからね県乱数と、うん、あーそう、うん、あとは体外受精卵、うん、はい、で徐々に今マイナス7度このエタノールの液が入ってるんですけど、これがマイナス7度に今設定してて、ここから徐々に温度を落としていってマイナス35度までこの機械で温度を下げていきます。これで作業終わりだと思うんですけど、ここまでの作業で一番気を使うのってどの部分なんですか。全部人工授精と同じように注入するタイプだから、うん、本当に早い、うん、なおさら菅原さんは全国でもトップクラスの移植頭数だから、特にこの移植は終わったのっていうぐらい、うん、普通はこんなうまくいかない。普通の人工授精と違って経管が開いてるわけじゃないから、うん、無理やりそここじ開けていくから、で今入れたっていう。よし。いやこれを例えば取り立ての人とか、うん、あんま経験がねえ人にやっと多分これから5分ぐらい経過。今度は右側の子宮のですね、場所変わって一応左右対称なんですか、形自体は。いや、そのどっちかにその出産、前回の出産とかで、うん、右から生まれたとか左から生まれたとかで、うん、やっぱ大きさはちょっと違かったりしますね。
その右側には入れやすいとか得意な方とかはあるんですか？あーそうか、うんとですね、聞き手みたいな感じで。そうですね、右側の方がいい。あれ右側の方が入れやすいね。なんか ありますね。こっちの方がやりやすいですね。人工授精と違ってもともと無菌な状態を血管をこじ開けるんで、うん、その人工授精よりかなりその効果があって、アルメンだったりさっきの子宮だったり、なるべく細菌を中に入れないように気をつけてやったんですね。女性内職の場合は人工授精はもともと精液が入るときはもう許容されてる時期なんで、普通の自然界だとそんなに別に消毒してるわけじゃないので、ジセラは本来はこの時期には何の異物も入ってこない時期なので、そこを気をつけないと受胎に影響が出ますね。このね、俺ノースブルーの移植の速さをみんなに知ってほしい。あと一つ、今度新人さん来たらそのあれと動画で速さ比べて超上がるかもしれない。はい、こんな感じで今日は採卵から移植までの様子を撮影しました。概要欄にノースブルのホームページ貼っておくので、依頼したい方はそちらからお願いします。以上、山城でした。もい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 。ありがとうございました。かわいい。